にちは、ご無沙汰しております。まあ本当ね、最近私のいろんな出番というか、コメントする場面が多くなってきましたよ。本当ね、まあ、周りを見てみるとですね、北朝鮮は相変わらずミサイルをぶっ放すし、中国はもうやりたい放題ということで、まあ、今日は、実は中国のこの最近の動きについてですね、ちょっとね、皆さんに考えていただこうかなと思うんですけどもね。まあこの中国がですね、尖閣諸島の接続水域に軍艦を派遣してくる、その次には奄美諸島の口永良部の領海を侵犯する、そして最後はですね、最後といってこれで終わりじゃないんですけども、3回目というふうにしておきましょうか、北大東のまた接続水域に入ってくるということで、まあやりたい放題なんですよ。まあ結論から先に言うと、日本政府は自分たちがむちゃむちゃなことをやっても何にもやってこないということを、まあ高く売ってるんですね。でまあ最初のですね、この尖閣諸島の接続水域に入ってきた軍艦、これ何が問題かというとですね、通常はですね、この自国の領海だということを主張するならば、警察権の権力の警察権の及ぶところでありますから、したがって海警、日本でいう海上保安庁のような警察、海の警察を差し向ける、これでこう日本も海上保安庁を向けて拮抗した状態を作るわけですね。で後ろに海上自衛隊、中国は中国海軍が控えるという、こういうね、まあある意味ではですね、緊迫状態だった。その後ろにいる中国海軍の船が前に出てきたっていうのが大きな問題なんですね。でこういうことをですね、結局その許してしまうもんだから、次に何が起こるかというと、まさに領海侵犯が起こり、そして今度は太平洋側の方に堂々と出てきて、あのような形で、全くの無防備という、その北大東の接続水域にも入ってくるというようなことが、その起こるわけですよ。まあこれはね、本当にね、我々はね、いろいろ考えなきゃいけない。ただしね、その何かをやろうとしても、その何かできるわけがない、わけじゃないんですよ。というのはやっぱり、その自衛隊といえどもですね、限界があるわけですね。で通常我々の我が国のように、そのルールを守る国にとってはですね、まあそれは不用意に発砲したりだとか威嚇射撃をやったりすることっていうのは、このやらない。もちろんですね、ロシアのようにですね、国境法というものを設定している国は、もう頭からその警告射撃をぶっ放してきてですね、カニ漁船であれ何であれ、もう撃って打砲して漁船は返さないと。中にはもう近年でもですね、漁民がこれで殺されたというようなことだってあるわけですよね。国境法というその国内の法律を制定すればできるんですけど、日本はそこまでやらない、こういう状況なんですよ今の現状は。これはね、やっぱり大変ですよ。このまま放置していてですね、さあ中国が次にどこへ出てくるのかという話なんです。よくね、北海道と青森県の間をこうぐるっと回っていることを引き合い出す人がいるんですけど、あれは、実は国際海峡なんです、北海道と青森県のあんな津軽海峡のあんなところがですね、国際海峡なんて知ってる人ってなかなかいないと思うんですけど、実はあれは、一説にはですね、国際海峡なので核を搭載した船が、アメリカの核を搭載した船が航行できるように、あれを国際法にしてあるという話があるんですけど、まあこれ多分そうなのかもしれませんね。いずれにしましてもですね、明らかに領海であるはずのですね、ああいったところが国際海峡であるけれども、口の選ぶってね、今度はどこだという話になるんですけど、あんなその奄美諸島の一番上の方、そんなところがですね、きちっと日本の領海なわけです。その場所すら皆さんパッと頭に浮かぶ人っていうのは、もちろん九州方面の方はね、その名前を聞いてすぐよくわかると思いますけど、遠く離れたところの人たちっていうのはピンとこない方もいらっしゃると思いますけども、日本の領海というのはですね、世界で6番目なんですよ。
これを入れると日本は世界で6番目に大きな国土を持っていることになる。もちろん排他的経済水域は国土じゃないです。しかし日本のまあ、その、ね、力の及ぶところという意味ではそういうその大きな国である。この海を守るのにですね、1万2000ぐらいの海上保安庁だけでやれるわけがない。海上自衛隊も約5万人しかいないんですよ。こんな状況の中でですね、その日本の海の守り本当に大丈夫なのかと、そういうその盲点をついてきているのが今の中国の動きだということですから、やっぱりですね、その中国に対しては毅然としてですね対処しなければいけないと。まあ、ただね、その遺憾もいいだけとかですね、そういうのやめようよという形になります。まあ、これはね、ぜひともですね皆さんも一緒にね、本当の中国のそのもうやりたい放題のことをどっかで止めないといけないと思います。その意味ではインドネシアを見習いましょう。インドネシアやりますせー、打砲した中国の漁船爆破しますしね、カツーンと行くときは行きましょうよ、やるときやりましょう。そうでないと舐められます。いや、ただ単にね、そのね、子供の喧嘩みたいに舐める舐めないの話ではないんですよ。このことが日本の安全保障にとって大きなマイナス要素になるということ、ここを懸念するわけです。はい。